どうもなの、はるちゃんです。今日はマイケルの不思議な冒険を実況したいと思います。これはクマのマイケルが夢の世界を冒険するゲームですね。ふむふむ。ドリームスターを集めればいいんやね。ドア出た。では入りまーす。この景色なんか見覚えある。開いた。ウサギさん目、コイン出た。あ、カメ。やっぱそういう動きか。アワード獲得。ステージクリア。褒められた。石みたいな感じやね。じゃあ次はジャンプ。ほっほっ。キノコ的なものはないのかな。クリアー。なるほど。次は洞窟だ。あ、ネズミ。キノコある。自動スクロールや。仕留めました。ボヨンボヨン。よーし、次はボスかな。吹いてる。危ない。と倒しました。次は森か。お、ツタつかめる。ハチも踏める。これでハチを避けていくんやね。こっち。え、どっち。やったー。コンドル出た。会いたい。コンドル乗れる。ジャンプ。よし。3階は難しいのかな。
あ、ワニ。口が閉じた時に鳴るんやね。と、痛い。クリアー。次のボスは、蜂の女王だ。しました。どういたしまして。ゴーストハウス。お化けも踏める。危ない。よーし、また洞窟か。ハリネズミ？これは踏んじゃダメなやつや。ここどうやって通るんだろう。危ない。動く足場だ。びっくりしてる。今度はこっちか。お化けの王様かな。これを踏んでいくんやね。踏む音かわいいよね。倒した！やったー！部屋いっぱい出てきた。アワードルーム行こ。拍手してくれるんやね。はい、というわけでこれで実況を終わりたいと思います。
じゃあ、またねー。